こんにちは、新鮮度和薬局鈴木です。今日も起立性調節障害の Q&A にお答えします。以前というか多分 2,3 日前ですよね。起立性調節障害は大人、社会人になってから朝起きれなくなったんだけれども、大人になっても起立性調節障害になることあるんですか、みたいな質問にお答えしてますけど、今度は逆にですけどね、これも結構いただくんですよね。起立性調節障害は大人になれば治ると聞いたので、それまで待ってていいのか、みたいな質問をいただくことがあるんですよ。もう本当ね、子供の例えば中学生、小学生、高校生、その時にしか経験できないことっていっぱいありますので、私は時間を買っていただくことをお勧めします。これ当たり前のことなんですけど、大人になってこの病気続いたら一般的な会社に行く時間間に合わないじゃないですか。で、例えばまあわからないですけど、1ヶ月に今、2万円お金がかかって、で、年間24万円子供のために、まあ、整体とか針とか、まあ、例えば漢方薬も含めて、かかっちゃうよってなったとするじゃないですか。まあ、3万円でもいい、36万円。でも、36万円が、じゃあ、かかったとして、その子が起きれるようになったら、社会に出たら働けますよね。で、私、いつも言ってますけど、朝起きれるようになったら、必ず明るく元気で前向きになりますから。僕はこの朝起きれるようにする仕組みっていうのは、塾より効くと思ってますので、実際皆さんすごい優秀になりますからね。で、言いたいのは、年間で36万円かかっちゃうのかもしれないですけど、それ使わなくて、社会に出るのが1年遅れたら、どんなに少なくたって、1ヶ月10万円稼ぎますよね。そうすると年間120万円ですよね。で、そうすると、1年社会に出るのが遅れたら、120万円、なくなっちゃうわけです。で、だから大げさじゃなくて、それじゃあ一般的に正社員で勤めることができれば、まあ、一般的には手取りで20万円ぐらいにはなりますよね。そうすると240万円ですよね。で、36万円を惜しんで、1年遅れたら、240万円、手に入んないわけです。で、今からの見たら多分驚かれると思いますけれども、そのまんま大人になるまで起きれなくなったら、まあ、そうか、それ先言っちゃダメか。残念ながら、大人になっても朝起きれないままの人は少なくありません。もちろん、どの程度なのかの人なのかわかりません。ただ、政府の試算だと、18歳以上で家の中で引きこもっている人の数は100万人を超えてるみたいなので、まあ、不登校も、小学校、中学校の不登校も半数以上が今は、起立性調節障害だってことなので、おそらく大人の、引きこもりの、大多数が、起立性調節障害ではないのかと、想像されますけどね。で、大人まで引きずると、鬱っぽくなってくるので、他の病名がついてる可能性もあるんですが、まあ、いずれにしても、大人になっても朝起きれられないままの人は相当いらっしゃる可能性があると思います。で、まあなんでなのかって言ったら、これもこの間と一緒なんですけど、生活習慣病だからです。したがって、まあ食生活を改善して、必要な栄養を補って、まあこれはもうどんなことがあっても、最低限必要なこと、必須なことです。で、まあ、具体的にちょっと見ていただければわかるんですが、これ男性の場合なんですが、年齢が、まあ、男性は比較的諦めちゃう人が多いんじゃないかなって私想像してるんですけどね。まあ、みんな22歳で8年、これも8年、ここら辺なんかは、数年か。まあ、とにかく、ほとんど、この方なんか15年ですよね。15年です。で、これも男性ですけれども、19歳4年。まあ、このぐらい若いと、ね、大人になったって言わないのかもしれないですけど、20歳で10年。で、これも10年ですよね。10年ですよね。まあ、男性の方が、
大人の男性の方が資料請求が少ないのは多分ゲームに逃げちゃってるとか、引きこもってる人が多いからなんだと思うんですけどね。一方でね、まあ、これももう本当見ていただければ大人になっても治ってないよってことはわかると思うんですが、女性なんですけど、女性は、まあ、なんとかしようという気持ちも強いんですかね、わかんないですけど、まあこれ全部50代ですけど、みんな子供の頃からっていう表現、まあ、この方なんか50年って言ってます、55歳で。半世紀ですよね。で、この方も50代で33年、40年、35年、30年。ここを見ててくださいね。むくみ。もうみんなむくみまくってますよね。で、ここ、むくみまくってますよね。もちろんアレルギーもありますけれども、まあ、とにかく30年、35年。もうこの、これももうさ、30年っていうのがもう当たり前ですよね。子供の頃から。40歳で20年ぐらい。まあ、二十歳ぐらいからってことですよね。もうしっかりむくんでてアレルギーもあります。で、これも30年、物心ついた時から、ね、むくみはしっかりあります。もう、ここら辺は30代半ば、あ、中でもでもないか。まあ、でも、20年以上ですよね。だから多分ね、本当に辛い生活されてると思いますよ。起立性調節障害の方で、頭や体がスッキリしてる人って、まずいらっしゃいませんよね。いつも疲れてる感じ。で、動くとすぐ、休みたくなっちゃう。だから、本当、そんな状態が、まあ、この辺の方で20年以上。さっき、ね、50代の方だと、40年、50年間、スッキリした、スッキリ体を動かせない?うん、いや、もうとにかく、疲れてしまう。うん。まあ、やりたいことができないで30年、40年生活されてるってことですよね。で、そんな状態ですから、本当に大変だと思います。まあ、ここら辺も、30年、8歳、ね、30代後半ですけれども、子供の頃からずっと、まあ、本当にお気の毒、むくんでますよね。あ、ここも一応むくんでますよね。で、しっかりむくんでますよね。で、ここら辺ももう30年、20年、本当に、ちょっと想像がつかないですよね。だるいまんま20年も30年も過ごすっていうのが。ここら辺になってくると、あ、ここら辺もまあ結構むくんで、ここは偶然むくみがないって言ってますけど、ここは22歳ですが、まあこれ自覚してないだけですから、まあ皆さん数年、ここら辺になるともう数年ぐらいですかね。7年とか10年とか。まあこんな感じです。こちらも、まあ、5年、10年、6年、3年。まあ、ここもしっかりむくんでるのがわかると思います。まあ、まとめとしては、本当、原因が今のところ医学では不明ですけれども、まあ、私はアレルギーとかむくみを改善してあげることで、まあ、こういった問題が、解決につながると、まあ、経験上確信していますので、ぜひで、むくみがなくても、やってみてください。終わった後、むくみが取れたっていう人がほとんどです。やってみて、やる前は実はむくんでることが、あ、むくんでたんだなって分かりましたとか、やってみたら顔の大きさが変わってびっくりしたとか、体重が減ってびっくりしたとか、そんなことをおっしゃる方がほとんどですから、まあ、私を信じなくても結構ですので、騙されたと思って一度行動していただくことをお勧めします。ただ、私、10日間チャレンジ、起立性調節障害10日間チャレンジ、新鮮大学10日間チャレンジっていう形でご紹介していますけれども、あくまでもベースです。人の体は人それぞれです。例えば、乳糖不耐性とかって言って、牛乳飲むとお腹壊しちゃう人が、まあ日本人の7割いるわけですよ。平気な人が3割いるわけです。それと同じように、起立性調節障害であっても、発症した後に、出てくる、体の不調っていうのは人それぞれじゃないですか。うん。だから、その、ベースとしての、取り組みは、起立性、10日間チャレンジでご紹介している、もう運動とか、こういうもの食べないようにして、こういうもの取って、こういうサプリメントおすすめだよっていう流れなんですけど、そこで改善が見られなかったら、
それを続けた上で、製剤とか、まあ、漢方とか、針とかお灸とか、そういうのを試すようにしてみてください。ほとんどの方が、なんていうんですかね、調子が悪くなってから、相当の期間、放置してあるんですよ。例えば、朝起きれなくなる前から、まあ、これすごい多いのが、そういえば、起きれなくなる前、1年も2年も前から、学校から帰ってくると足が痛いって言ってました。もうこれすごいヒントなんですよ。で、そうでなくても、起きれなくなる前に、2、3年前に、ゲップとかしゃっくりがひどく出たことがありました。これ全部 SOS なんですね。でも皆さんは、そんなことぐらいって反応しちゃうんですよ。まあ反応しちゃうというか、そんなことぐらいともうスルーしちゃう。うん。で、もうこれは本当子供たちからの SOS ですので、そういう細かいことにできるだけ早く気づいて、対応してあげればいいんですが、そこからもうずーっと、時間が経ってから、朝起きれなくなったりするもんですから、自律神経の、乱れっていうのがもう、まあ、長い時間続いちゃって、そのために、10日間チャレンジっていう取り組みだけでは改善しきれない方が、いらっしゃるんです。でも、1割ぐらいの方は本当それで奇跡的な回復しますので、まあ、何度も言いますけど、そこをベースにして、プラスアルファの、対処は、諦めずにやっていただくことをお勧めします。逆に、それをやらずにして整体行っても、僕は、ほぼ効果がないと思いますよ。これは、心から思っています。まあ、漢方もそうですよね。そこを知らずにして、漢方を飲んだって、絶対効かないです。少なくとも、うちでは、ありえない。聞くことはありえないと。まあ、うちではって、私はそう思ってますので、一度騙されたと思って、その類、信じなくていいので、試していただいて、ご家族で結果を共有していただければ、いいかなと思います。まあ、ご家族でっていうのはわかりますよね。皆さん同じものを食べてるわけなので、ご家族が調子がいいことは絶対ありません。俺は大丈夫ってもし思った方なら、その方が一番調子悪いと思います。ぜひ、一度お試しになることをお勧めします。それでは今日の話は以上です。大人になっても、治らない人は本当に大勢いると思います。おそらくこれが今から右肩上がりで増えていくんでしょうね。ぜひ今のうちに、対策して取っていただくことをお勧めします。それでは今日の話は以上です。ありがとうございました。